こんにちは、新しい友達、俳優に、目の山崎健人と、女優の土屋太鳳が7日、都内で行われた、ネットフリックス、オリジナルシリーズ今あの国の、アリスプレミアイベント、アンドミアした、パーク初のクマスツリー点灯式に、メインキャストと共に登壇した。原作は、週刊、少年サンデー S。週刊少年サンデー。 小学館にて、2010から16年まで連載された後、週刊少年サンデー。同にて15から16年まで連載されたアソウ、麻生う、漁師の同盟漫画を実写化。人生に夢を見出せず、曖昧に生きてきた、アリス・ヤマザキと、どんな苦境でも生きる意味を探し続ける、ウサギ・ツチが、突然放り込まれた謎の世界、今あの国で、共に信頼を築き、生き延びるために、理不尽な現実に挑む姿が描かれる。 劇中では空っぽになった東京で知能型、肉体型、バランス型などゲームに挑むアリス、山崎とウサギ、土屋を演じるファルトもやり自信があるジャンルについて土屋は私は迷わず肉体系ですと即答するも山崎は過労死で肉体型ですと遠慮がち土屋は他のゲームだと思ったら号泣すると思います諦めない性格なので最後まで踏ん張ると思いますとガッツを見せると 山崎はチームみたいなバランス型もいいんですけど仲間がいないと死んじゃうのでかろうじて肉体型かなギリッと迷いながら語ったそれを聞いた土屋は走るの早いですもんねと優しくフォローし会場の笑いを誘った完成作品について山崎は本当にワクワクしてます佐藤信介監督と映画のようなクオリティでドラマを撮影できると聞いて 撮り終わった今もワクワクを裏切らない最高の作品ができたと確信したので、早く皆さんに見ていただきたい気持ちで、いっぱいですと胸を張る。壮大なアクションも見どころとなるが、土屋も CG もすごいので、今から見なしているのかドキドキ。実際、一晩中走って逃げて飛んでトリアルにやっているので、本物になっているのではと手応えを見せた。誰もいなくなったスクランブル交差点の撮影は、オープンセットで実施。 町田啓太劇団エグザイルは、その規模感に圧倒されて、そこでのお芝居は、興奮、高揚しました。僕の人生で、二度とないであろう、山崎健人君を肩車して、渋谷のど真ん中で騒いだのは、非、現実的、今あの国だからできたと、作品ならではの世界観に自信。そのリアリティに、中リーサは、あの渋谷がセットだったんですか知らなくて、初耳でマジで、って戸惑いました。それくらいマジで、 ってていいいい映像が素晴らしいと頷いていたこのほか、村上二次郎、三好彩香桜田2、朝比奈彩、吉田水希,希金子信秋、俊太郎、青柳賞劇団エグザイル佐藤信介監督が参加した。10日より、全世界独占配信がスタートする。次のオーディオビデオでお会いしましょう。